こんにちは、メルルーサ丸岡です。はい、本日12月16日から12月18日月曜日の23時59分まで Amazon の年末セールですかね、ホリデーセールが開催されています。今日はそのホリデーセールの中から私の方でおすすめ製品をいろいろと紹介していこうと思います。先月にブラックフライデーセールという Amazon の中で一番大きいセールがあったので、そこと比べるとさすがに割引率も高くないですし、ポイントアップキャンペーンもなかったりはするんですけど、逆にブラックフライデーでは安くなっていなかったものとか、私がブラックフライデーセール中に購入してしばらく使ってみてね、あ、これはおすすめできるなと思ったものなどなどいろいろありますので紹介していこうと思います。製品のリンクはすべて概要欄の方に貼っておきますので、気になった製品はね、よければチェックしてみてください。というわけで早速行ってみましょう。はい、というわけで Amazon のページにやってまいりましたが、今回はですね、年末のお買い得商品が盛りだくさんと書いてあるので、結構ね、食品だったりガジェットだったりいろいろと安くなっているんですけれども、主に Apple 製品とその周辺機器という感じで紹介していこうと思います。はい、まず最初にこちらが Apple の AirTag ですね。これがですね、 32% オフの3258円と結構安くなっているんですよね。特に特選タイムセールとかそういった表記はないんですけれども、値段が下がっています。で、値段の推移を見ていくとですね、なんとこのあたりブラックフライデーセールだと思うんですけれども、ブラックフライデーセール中よりも安いんですよね。 AirTag に関してはもはや説明不要かとは思うんですけれども、こんな感じでキーホルダーとして鍵につけたりだとか、私は裸の状態で財布に入れたりしてますけども、これを入れておくことで iPhone の探す機能を使って、よくある忘れ物防止トラッカーみたいな感じで音を鳴らすこともできますし、こんな感じで iPhone に U1 チップが搭載されているモデル、確か現行だと iPhone SE 以外は全て入っていると思うんですが、これを使うことでね、 AirTag の置いてある方向まで指示を出してくれるんですよね。これはめちゃめちゃ便利です。この AirTag ですね、私も2つ持っていて、財布と鍵につけているんですけど、お恥ずかしながらね、最近はあんまり外出先で落としたりはしなくはなってるんですけど、家の中でね、鍵をどこに置いたかなとか、財布どこやったかなとかね、なりがちなんですよね。特にお財布に関してはね、本当に最近は電子マネーばっかり使っているので、現金を入れてある財布がね、どのカバンに入っているのか分かんなくなっちゃったりするんですよね。そんな感じで非常に助けられている製品ですね。で、忘れ物防止トラッカーってね、最近はアンカーとかいろんなメーカーが出していますけれども、AirTag のいいところは電池交換ができるところですね。だいたい電池1つで1年ぐらい持つんですけれども、電池交換のタイミングなんかも iPhone に通知が来てすぐにわかるので、これ1つ持っておくと何かと便利なんじゃないかなと思います。注意点としては iPhone でしか使えないので、Android ユーザーの方は使えないですね。この値段は結構安いと思います。はい、続いて Apple Pencil 第2世代も 14% オフの 17,158 円となっています。こちらもタイムセール中というわけではないんですけれども、14% 引きになってますね。Apple Pencil 第2世代が確かブラックフライデーセールの対象じゃなかったんですよね。そうですね、ずっと 19,000 円台で売られていますね。なんですけど今回は 14% オフということで安くなってますね。このチャンネルではよくね、サードパーティー製のペンシルも紹介するんですけれども、まあ、やっぱり Apple Pencil 第2世代は純正だけあってですね、バッテリーの管理が行き届いていたりだとか、あとは筆圧検知機能があったりするので、特に iPad を使ってイラストを描いたりする方なんかはね、純正を買った方がいいんじゃないかなと思います。 Apple Pencil 第2世代に関してはね、メルカリで売った時の価格もすごく高くつくので、試しにね、純正を一回買ってみるというのもいい選択肢なんじゃないかなと思います。はい、というわけで Apple の純正品に関してはこのね、 Apple Pencil と AirTag がかなり目玉なんじゃないかなと思います。ここからはサードパーティーのアイテムを紹介していこうと思うんですけれども、まず最初がこちらですね。はい、ついこの間私の方でも紹介しましたが、グージョードックのマジックキーボード互換製品ですね。もう商品名にマジックキーボードって書いちゃってますけどね、純正のマジックキーボードではなくて、サードパーティー製のトラックパッド付きキーボードケースですね。こちらが普段はね、14,800 円なんですけど、20% オフの 11,840 円ですね。これはブラックフライデーセールの対象にもなってたかなと思います。詳しくはぜひレビュー動画を見ていただきたいんですけれども、これがね、純正のマジックキーボードが5万円ぐらいしますから、この値段でこのクオリティなら十分だなっていうような、非常に出来のいいキーボードケースですね。トラックパッドのジェスチャーなんかもしっかりと効いてくれるので、まあ、細かい感度的なところを言うと、もちろん純正にかなわない部分はたくさんあるんですけれども、十分実用的なトラックパッドですし、キーボードも配列がね、ちょっと特殊なところはあるんですけど、右のシフトがなかったりして長時間タイピングするのはちょっと慣れが必要かなという感じなんですが、こういうトラックパッドタイプのね、キーボードケースが欲しくて、まあ純正買うまでじゃないんだよなっていう人はとりあえず買ってみていいんじゃないかなと思いますね。でね、あとは色ですよね。これパープルが結構人気みたいで、今注文しても1月に入ってから届くような感じになると思うんですけど、今ちょうど目の前にありますけど、こんな感じでなかなかいいパープルなんですよね。淡い感じというか、すごく大きい
気に入りです。パープルはね、今から1ヶ月ぐらい納期がかかってしまいそうなんですけど、あとはホワイトモデルとブラックの方は在庫はありそうですね。ぜひチェックしてみてください。はい、そしてこちらですね、こちらが iPad mini 用のキーボード付きケースですね。一つ前に紹介した宮城ドックは残念ながら iPad mini 用がないんですけれども、こっちは iPad mini 専用のキーボード付きケースですね。こっちはトラックパッドが付いていなくて、キーボードとマグネット仕様のケースという感じなんですけれども、まあ、何せめちゃめちゃ軽いんですよね。これ 250g ぐらいしかなくて、 iPad mini と一緒に常につけておいても全然苦じゃないんですよ。このキーボードに関しては私の動画にね、よく出てくるのでご存知の方も多いんじゃないかなと思うんですけれども、単体のレビューもしているので、よければ動画の方を見てみてください。 iPad mini 用の小さいキーボードなので、配列はめちゃめちゃ特殊なんですけれども、ちょっとしたショートカットキーに使ったりだとか、急ぎのメールの返信とかね、重さ 250g という軽さを生かして、 iPad のケース代わりにね、こんな感じで普段からつけておけるキーボードなんじゃないかなと思います。今ね、実際にこのキーボードケースがついている状態なんですけど、本当にこんな感じで薄いんですよね。まさかキーボードが出てくるとは思えないぐらいの、そんな製品になっていますので、ぜひチェックしてみてください。このケースは今回セール対象という感じではないんですけれども、1000円オフのクーポンがあるので6899円で購入することができますね。ブラックフライデーなんかの大型セール中の割引と同じくらいなんじゃないかなと思うので、 iPad mini 用のキーボードケースを探されている方はチェックしてみてはいかがでしょうか。はい、続いてこちらですね、私毎回セール動画でこれを紹介している気がするんですけれども、シスクルの iPad 用のサードパーティー製スタイラスペンですね。 BRB01 というものです。このペンシルが私が一番使っている iPad 用ペンシルですね。純正よりも使ってます。何がいいって、とにかく安いところですよね。今回セールで2500円になってますけども、 Apple ペンシルは2万円近くするので、すごく安く手に入れることができると。それでいて、純正の Apple ペンシルと同じように iPad の側面でね、充電することができたりだとか、無印 iPad なんかの側面充電がついていないモデルの場合は、有線で Type-C ケーブルを使っても充電することができると。現状ペンシルに対応している iPad であれば、全ての iPad で使うことができます。製品の質感も結構良くてですね、サードパーティー製のペンシルってやたらテカテカしているものが多かったりするんですけれども、このシスクルのペンシルに関しては、アップルペンシルのようなマットな質感なので、全然違和感なく使うことができます。ただ純正のような筆圧感知はついていないので、繊細なタッチでね、 iPad でイラストを描きたいみたいな、そういう人にはあまり向いていないですね。私は文字しか描かないので、もうこのペンシルで十分かなという感じです。純正を持っているんだけど予備が欲しいんだよなっていう人にもおすすめですね。はい、続いてこちらは iPhone の周辺機器ですね。 ESR のマグセーフ対応カードケースですね。こちらが5999円から5099円の 15% オフなんですけれども、私これの前モデルですね、こちらの ESR のウォレットを愛用しているんですけど、なんとこれが新しくですね、 Apple の探す機能にフル対応しているということで、めちゃめちゃ気になってるんですよね。おそらくサイズの関係でね、13ミニ、12ミニには付けられないみたいなんですけれども、このウォレットケースをね、おそらく AirTag のように使えるんじゃないかなと思って、すごく期待している製品ですね。AirTag みたいに矢印で方向を出してくれるような機能はついていなさそうなんですけど、Apple製品でいうと AirPods なんかの探す機能と同等になってくるんじゃないかなと思っています。これめちゃめちゃ気になってて、自腹で買おうと思っていたところですね、ESR さんからレビューの依頼が来てまして、ちょっとね、今回のセールまでには間に合わなかったので、また後日という感じにはなるんですけれども、使用感なんかね、そのうちお伝えできればなと思っております。めちゃめちゃ良さそうですよね。まあ、ただちょっと重くなりそうなのがネックかなっていう感じですね。言ってもこういった製品って取り付けがマグネットなのでね、やっぱりクレジットカードだとか身分証だとかを入れておくには心もとないんですよね。どこかに引っ掛けて落っことしてしまう可能性とかもあるので、なので今のところ私名刺入れとかね、そのぐらいで使っているんですけど、これに探す機能がついてくれるんであれば、めちゃめちゃ安心感ありますよね。これは期待大です。続いても ESR 製品なんですけど、これはマグセーフの車載用充電器ですね。車のエアコンの吹き出し口なんかに取り付けるタイプのマグセーフ充電器なんですけど、 ESR のマグセーフ系の充電器って最近ね、マグセーフの公式認証にすごく力を入れていて、その分ね、値段も若干上がってしまったんですけど、こちらの製品もメイドフォーマグセーフを取得しているんですよね。なので iPhone をしっかりと 15W で無線充電することができます。あとはね、冷却ファンがついていて発熱にも強かったりしますね。何がいいって、このシガーアダプターですよね。これが USB Type-C ポートが2つついていて、合計 40W 出るんですよ。最新の車だったりすると、もしかしたら車内にね、USB Type-C のポートがあるものも多いのかなとは思うんですが、私基本的に中古車に乗るのでね、なかなかそういうものがついていなくて、車載用充電器って思うと若干ね、値段高めなのかなとは思うんですけれども、この 40W のシガーアダプターがついてくると思えば妥当なのかなっていう感じですね。まあ、これね、普段 13,999 円なんですけれども、 15% オフで買えるので試してみてはいかがでしょうか。30日間で最安価格ですね。はい、続いても ESR ですね。こちらも以前提供していただいたもので、自分で買ったものじゃなくて申し訳ないんですけど、1万ミリアンペアのモバイルバッテリーですね。これはメイドフォーマグセーフを取っていないので 7.5W
っていうちょっと遅めの充電になるんですけど、マグセーフ充電がついてタイプ C ポートからはね 20W の有線での充電もできます。これが値段も結構安くてですね、普段から4000円台ですごく安いんですが、今回 15% オフの4249円です。この製品の利点で言うと、マグセーフ充電と有線ケーブルでの充電を両方一気にできるんですよね。意外と両方に機器がついていると片方の充電が優先されるみたいな製品が多かったりするんですけど、これはワイヤレス充電も有線充電も両方一気に充電できます。最大出力が 20W なので MacBook はちょっと厳しいかなっていう感じはあるんですけれども、 iPhone、iPad だったら十分高速充電できるので、モバイルバッテリー探されている方はね、ぜひ試してみてください。 6000mAh のモデルもありますね。はい、続いてこちらですね。こちらはおすすめっていうか今回のセールで私が買ってみたものなんですけれども、はい、こちらも ESR ですね。まあこれは意図せず ESR になったという感じなんですけれども、ブラックフライデーセールで私 AirPods Pro を USB-C のモデルに買い替えたんですけど、前に使っていたケースがこの端子のところにカバーがあるタイプで、ライトニングから USB-C に変わっちゃったんでハマらなくなったんですよね。というわけで新しいものを買ってみました。マグセーフ対応のシリコンケースですね。まだ手元にないので実際の使用感がどうかっていうのはこの場では言えないんですけれども、この色ですよね、パープルを私選んだんですけれども、 AirPods ってめちゃめちゃいろんな人が持っていると思うので、一目で自分のものだっていうのが判断できるように、あえてね黒とか白ではなくてパープルにしてみましたね。続いて CIO のモバイルバッテリーですね。スマートコビープロ 30W2C というスマートコビープロっていうめちゃめちゃ売れているであろうモバイルバッテリーの新型ですね。最初のモデルと同じくバッテリー残量がねパーセント表示になっていたりだとか、あとは最大 30W の出力ということでめちゃめちゃ使いやすいモバイルバッテリーなんですが、それが新しくなって、今まではタイプ A が1つタイプ C が1つという仕様だったものが2つともタイプ C ポートになりましたと。あとは形が角張ってしぼ柄になりましたということで、これね私ブラックフライデーセールで新型が出ているのを完全に見逃していて、旧型を一度買ってその後に気づいてまた新型を買っているんですけれども、今から買うならこっちの新型の方がいいかなと思います。まだまだタイプ A をね使うっていう人も多いのかもしれないですけど、私基本的に最近はタイプ C のケーブルばかり使うので、まあ、両方ともタイプ C がいいかなっていうところと、充電器からモバイルバッテリーに挿して、モバイルバッテリーから機器に挿してっていう、そういう使い方ができるんですけれども、ケーブルを2本使うんだったらね2つともタイプ C の方が便利ですよね。ということで今から買うんだったらこっちの新モデルかなと思いますね。これバッテリー残量が非常に分かりやすくていいですね。残量表示もそうなんですけど、充電中の今何パーセント充電されていますよっていうのもこのディスプレイに出てくるので、確かに大人気なだけあるなというそんなモバイルバッテリーでしたね。こちらが 13% オフの4380円で購入できます。はい、続いても CIO の製品なんですけれども、こちらがスマートコビートリオ 65W 2万mAh ということで、かなり大容量高出力なモバイルバッテリーですね。こちら今回私購入してみました。 USB Type C が2つと Type A が1つで、単ポートでの最大出力が 65W ということで、 65W もあればね MacBook Pro とかね、私が使っているのは M2 Max ですけれども、そのあたりのモデルでもしっかりと充電してくれるんじゃないかなと思います。こちらがですね 12% オフの8480円なので、モバイルバッテリーとしてはねさすがに大容量なだけあって結構高いんですけど、今ね CIO さんってモバイルバッテリーの回収サービスをやってるんですよ。 CIO の自社製品も回収してくれるんですけれども、他社製品でも条件付きで回収してくれるんですよね。その条件っていうのが、回収を依頼した時に発行される Amazon 用のクーポンを使ってですね、 CIO のモバイルバッテリーを一つ購入してくださいというものなんですけど、その回収サービスを利用させていただいて、私は今回この大きなモバイルバッテリーを購入してみました。結構ね家にもう下手って使えなくなっている遥か昔に買ったモバイルバッテリーがいくつもあるんですけれども、地域によるのかもしれないですけど、私の住んでいる地域ってなかなかモバイルバッテリーを捨てるのが大変で、有名メーカーとかだとね回収サービスがあったりするんですけど、なかなかそれ以外を処分するっていうのが難しいんですよね。なんですけど CIO さんは買い替えという条件付きでバッテリーを回収してくれるので、今回うちにあったいらないバッテリーを3つ回収してもらって 6% オフのクーポンを発行していただきました。なので製品の値段自体はね 12% オフの8480円なんですけど、7000円台後半ぐらいで買えたかなっていう感じですね。モバイルバッテリーの処分に困っている方はねぜひ利用してみてください。全然製品の紹介ではないですけど、まだね手元にないので、何か機会があればレビューでもしようかなと思っております。はい、またまた CIO 製品なんですけど、私ブラックフライデーで初めて CIO の製品をいろいろ買ってみたんですけど、こちらもその一つですね。 CIO のノバポートデュオ 65WPD というタイプ C ポートが2つ付いた 65W 充電器ですね。これが 12% オフの4800円となっています。実際にね最近使っているんですけど、これかなり小さくてお気に入りですね。まず見た目もおしゃれですし、かなりコンパクトなので、これで 65W 出てくれるのは非常にありがたいっていうところと、つないだ機器の最適なワット数っていうのを自動で判別してくれるみたいなので、非常に気に入って使っていますね。はい、続いてこちらですね。こちらもモバイルバッテリー
テリーなんですが、アンカーのナノパワーバンクの USB Type C の方ですね。ブラックフライデーセールではここがライトニングのものだけがセール対象になっていて、 USB C のモデルは対象になっていなかったんですが、今回もタイムセールの対象ではないんですけれども、300円オフのクーポンが発行されています。これね、私ブラックフライデーで割引なしで買っていたのでちょっと悔しいんですけど、300円オフなので3190円で購入することができます。ナノパワーバンクはですね、ケーブルいらずで充電することができるので、持ち運び用なんかに最適なんじゃないかなと思いますね。スマートフォンに直接挿してこんな感じで充電することができますね。これだけコンパクトなんですけど 5000mAh あって、それでいて3000円台なので、これ結構コスパいいんじゃないかなと思ってますね。 Android とかね、 iPhone 15 シリーズの方は USB Type-C モデルですね、チェックしてみてはいかがでしょうか。はい、続いてはこれはもう定番製品ですね、エレコムの超強力クロスですね。私もですね、2年以上愛用していて、何回も洗濯して使っているんですけれども、これね、よくあるメガネ拭きのようなクリーニングクロスと違って毛羽立っていて、画面をあまり強く擦らなくてもしっかりとね、皮脂汚れとかを取ってくれる、もうね、 YouTube ではガジェット好き御用達みたいなね、位置にいるクロスですね。スマートフォンとかだったらメガネ拭きタイプのね、ツヤツヤしたクロスでも結構取れたりするんですけど、 iPad だったり MacBook だったりね、画面が大きくなればなるほど何回も往復して擦るのがめんどくさかったりするので、こういう一撃でね、汚れを取ってくれるタイプのクロスというのは一つ持っておくと便利ですね。はい、ガジェット関係は以上ですね。続いては食品を紹介させていただきますが、これはですね、ケロッグの粒感しっかりオートミールご飯ですね。これブラックフライデーセールの初日に私が購入してめちゃめちゃ良かったので、もう一度動画で紹介して、かなり私の動画から購入した方も多かったんですよ。オートミールはね、食物繊維たっぷりで糖質も低いよということで、割とね、定番化してきてるんじゃないかなと思うんですが、ケロッグのオートミールご飯はですね、形がご飯っぽいんですよね。電子レンジで簡単に作れますし、しっかりと食感があって、すぐにでもご飯と置き換えられるんじゃないかなという感じなので、健康を気にされる方はね、こちらおすすめですね。 900g 入りで通常価格が914円のものが851円ということで、さすがにブラックフライデーセールの方が安かったですけれども、今回も十分安いですね。ちょうどですね、私1袋食べ終わったんですけれども、1日1食だったり多い日は2食食べたんですけれども、20日ぐらい持ちました。主食が20日間で851円って悪くないんじゃないですかね。最後にですね、このチャンネル初のスキンケア用品を紹介していきたいんですけれども、こちらが VT コスメティックのシカデイリースージングマスクですね。あの、お風呂上がりとかにある顔パックですね。最近こういうものを使い始めました。私もね、曲がりなりにもこうやって皆さんに顔面を晒す立場ですので、30代も半ばに差し掛かろうとしておりますのでね、いよいよ抗っていこうかなという感じで使っております。これが1箱30枚入りでですね、だいたい1ヶ月持つんですけど、だいたい2ヶ月ぐらい使ってますけど、言ってもね、自分の顔面って普段見えないじゃないですか。なので美肌的な実感は全然ないんですけれども、普通にお風呂上がりのね、ほてった顔につけるとすごく気持ちがいいので、リラックスアイテム的な感じで定着してますね。あとはですね、冬になって暖房もつけるようになりましたけど、顔のカサカサ感っていうのがなくなったかなという気はしています。これ私が知ったのは X のおすすめ欄にガジェット系のブロガーの方かな、かなり調子がいいということでおすすめされていて、それを見て使ってみたんですけど、ガジェット好き御用達のフェイスマスクということで、皆さんもぜひ試してみてはいかがでしょうか。はい、というわけで以上となります。今回紹介した製品はですね、すべて下の概要欄に貼っておきますので、気になったものがあればぜひチェックしてみてください。セール期間は12月18日月曜日の23時59分ということで、年末最後の散財にしてもよし、誰かのクリスマスプレゼントにしてもよし、自分へのクリスマスプレゼントにしてもよし、ぜひぜひ皆さん楽しんでお買い物してみてはいかがでしょうか。このチャンネルでは普段は Apple 製品やガジェットの話をよくしておりますので、よければ他の動画もチェックしてみてください。それと今回の動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録やグッドボタンで応援よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。めるるーさま、りょうかでした。バイバイ。